どうもこんにちは、タワーレコード渋谷店 YouTuber のゆうまくんです。今日はですね、タワーレコード渋谷店2階に行ってみたいと思います。実はですね、ただいま2階にはジョジョの奇妙な冒険特別イベントが開催されているということです。気になりますよね。それでは早速行ってみましょう。いや、ということで渋谷店2階に到着しました。早速ジョジョの奇妙な冒険特別コーナー探してみましょう。さあ、いろんなことをやってますね、2階。あー、カフェの美味しそうな匂いもお腹空いてきました。さあ、お、あれは、え、まさか来たはい、ということで着きました。ジョジョの奇妙な冒険特別イベント、こちらすごいですね。迫力ある内容が楽しみですね。それでは早速、今回紹介してくれる方を読んでみましょう。お願いします。どうも、いらっしゃいませ。担当の月橋と申します。月橋さん、よろしくお願いします。すごいですね、ジョジョ。はい、当たり締めジョ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 ということで、早速なんですけれども、はい、まあ、今回のこのジョジョのイベントですね、はい、中身というものを紹介していただいてもよろしいですか。はい、かしこまりました。お願いします。あの、皆さんもご存知だと思うんですけれども、ジョジョの奇妙な冒険の新シリーズ、はい、ストーンオーシャンとアニメ化が決定されて、ものすごく話題になっているんですけれども、それを、見る前に、一つ前の黄金の風というシリーズをもう一度皆さんで振り返っていただいて、はい、ストーンオーシャンまでをワクワク期待感を膨らませてもらおうみたいなイベントになってます。なるほど、いいですね。その新シリーズの前の前作の、そうです、まあ、予習じゃないですけれども、はい、復習、はい、そうです、復習しながらこうどんどんテンション上げてもらう。なるほど、になってます。いや、そのためのこのあれですね、そうですね、名シーンといいますか、黄金の風の数々の名シーンがこれで振り返れたりですね、はい、するわけになってますので、ぜひ撮ってもらっていただいて、で、振り返りつつもですね、はい、あの、この実は9体の、はい、スタンディーパネルがあるんです。おー、すごいですね。こちらは実は今回の新規の書き下ろし絵になりまして、まあこちらでしっかり写真を撮っていただければと思います。写真撮っていいんですか。もちろんです。え、そうなんですか。はい、いや、もうだってどこで好きなところで撮ってもいいんですか。そうです、そうです。お気に入りのキャラクターとツーショットを撮っていただければと思います。そうなんですね。はい、これも実際来て撮るしかないですね、はい、逆にもうこれ写真撮れるだけでも、そうですね、本当にかっこいい仕上がりになってるんで、はい、でもこれここでしか見れないんですよね。そうなんですよ、書き下ろし、ぜひ、はい、皆さんには足を運んでいただければ見に来てほしいですね。はい、続いてはですね、はい、こちらのコーナーになるんですけれども、これ歴代のですね、はい、メディコスエンターテインメントさんが、はい、販売されている歴代のフィギュアの、まあ、もちろんこれ一部なんですけど、はい、コレクションを今回お借りして展示しておりまして、まあ、いわゆる立体で見るジョジョ、いや、すごいですね、めちゃくちゃかっこいい、体のひねりとかそういったのは立体物の方が多分参考に、そうですね、あ、まさにもうこちらですね、ありますね。で、その黄金の風シリーズだけではなくて、はい、それまさにストーンオーシャンの新しいシリーズのフィギュア、新しいやつなんですね、はい、これがありますし、本当に一番最初のディオが見たいです。そうですね、パッケージに入って販売されている状態を皆さんご覧いただいているんですけど、はい、いわゆるリアルにこう稼働させているものっていうのは見られてない方もいると思うので、これも結構貴重な展示だと思います。これは貴重ですよ、はい、本当に。月橋さん、これ先ほどのとこといい、ここといい、見どころたくさんじゃないですか。そうなんですよ、本当に。皆さん、これはもう言うまでもなく実際に来て見るしかないです。で、続いてはこちらのコーナーに行きます。はい、いやー、月橋さん、これはそうなんですよ、はい、今回本当にメディコスエンターテインメント様、はい、完全バックアップでですね、本当に第1期というか第1シリーズのファントムブラッドの商品から最新の黄金の風の商品までずらりとこれだけ集めていただいて、さらに圧巻なのが先ほど展示でもありましたけども、フィギュアのこの販売棚を見ていただけると、すごいですね。
これだけこう実物を販売できるっていうのは本当にすごいこんな並んでるとこ見たことないですよ、はい、本当にぜひお気に入りのフィギュアをこの機会にぜひですね、はい、見つけてほしいですね、はい、でやはり物販コーナー、はい、今回先ほど9体の書き下ろしと申し上げたんですが、はいはい、あの絵柄を使った新商品がこちらにこちら新商品どっさりと準備しておりますここですかはいすごいですねこの辺りから全部ですねあこっちもですか、はい、なるほどさっきのそのスタンディがかっこよかったやつが、はい、そのまま自分の家でなるほどスタンディのように2個立てたりこれが先ほどのあ一緒ですね先ほどとなので、まあ、あれのミニチュア版を家でなるほどえそうです、ねまあ、こちらも、両方揃えたいですねこれはクリアファイルですねこれも立ち絵がなるほど今回の絵を使ってるので2枚入りなんですねそうなんです新しい絵お得お得ですよこれはただあのもうちょっと大きいスタンディこれも同じ、はい、あ T シャツも、はい、実はね僕が着てるやつもそうなんですけど本当ですねちょっとそうですねかなりかっこいいデザインになってます続いてのおすすめなんですけども、はい、何かわかりますかこれはオスモはいオスモはい何ですかこれはもうね本当に簡単に言うとスタンプをご自身で作れるサービスになります、はい、スタンプを作れるんですかはいあすごいですねじゃじゃーんとこういうものがございましておこれがスタンプになるんですかはいこれをまずレジでご購入いただいて、はい、この機械に入れて、はい、ポチョポチョポチョっとやると、はいスタンプが出来上がるなるほどサービスになってましてすごいですねこれは本当この会場だけでしか販売しておりませんのでここだけはい、 いや実際のものとか見れたりするんですかじゃあ作ってみましょうかいいんですかあそうです ありがとうございますはい失礼しますでは早速、はい、まずはこちらを操作いただいて、はいですねはい、じゃあスタートおお9種類今回新しい絵が9種類なんですけれども、はい、この中から好きなキャラクターを選んでいいんですか選んでくださいいややっぱりこちらですねはい、はい、おおすごいですね、はい、拡大されましたね、はい、もうそれで完成と言いますはい、うん、完成、はい、こういった形になるんですねそうですねで3つにバラバラになりますこう取ります、はい、あ後ろも取れるんですね、はいそうですね、その状態にしていただいてなっちゃいました、はい、で、取り外しましたので取り外しましたはい、トレーが出てきます、はい、そうですね、こちらからちょっと下がっていただいておー、はい、かっこいいですねあ、ここを入れるんですねそうですねはい、失礼しますカバーにはまりましたね、はい、セットをしたのでセットしましたおーこれで少しお待ちいただけるとあもうこれだけですかですすごいですねはいできましたあおちょっとインクが浸透するまでお時間がかかります、はい、こう色がちょっと紫っぽくなってそうですね真っ黒になるまでお待ちいただいてかしこまりましたこれで大丈夫だと思います完成ですこれ押したりできるんですかちょっとやってみましょうかいいんですかありがとうございます紙をご用意しましたので早速行ってみますえっいきますよ皆さん3、2、1ポンおおすごいですね綺麗にもう映りますね、はい、失礼しましたじゃあちょっと横に押してみますかね。そうですね、もう一回。軽く今度は。そうですね、10ぐらいで大丈夫です。はい。あ、おー、全然。繊細な線がきっちり出る。なるほど、これもう失敗ですね。そしたら。ちょっと長く押しすぎたかもしれない。皆さん、軽く押すのがポイントなんで。はい、こちらから、軽く押してください。失敗しちゃうんで。はい、すごいですね。ポンポンポンで一度。そんなのもできるんですか？はい。おお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 
すごいですね。本当に細い繊細な線まできっちり表現してくれるので、皆さんこれはもう言うのでもなく、これオスもやるしかないですですよね。そうですね。ありがとうございます。はい、月谷さん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いやもう楽しかったです。はい、ありがとうございます。実際来てほしいですね、これ、はい、皆さんに、はい、そうしましたら最後に、はい、この動画を見てる皆さんに、はい、このイベントの魅力を伝えていただいてもいいですか。かしこまりました。お願いします。皆さん、ストーンオーシャンのアニメ化が決定した時におそらくテンションが爆上がりになったと思いま す, です、ね、僕もそうです。はい、その時のテンションをですね、ぜひこのジョリンに会いに来てもう一度思い出してほしいです。はい、そしてアニメ化が決定したことを皆さんでお祝いしたいなっていう気持ちで今回のイベントを行いましたので、ぜひ皆さんこの会場でストーンオーシャンのアニメ化を一緒にお祝いできたらなと思ってますので、ご来場お待ちしております。ありがとうございます。あ、それでは月谷さん、はい、ここのグッズを買うと、はい、なんか得なものがもらえる。すいません、あ、大事なことを言い忘れてました。ございます。こんなものがあります。おー、これは何ですか。はい、こちらの会場のですね、はい、グッズをお買い上げ2000円ごとにですね、はい、こちらの9種類のカードをランダムで1枚差し上げております。おー、そして、1万5000円以上お買い上げの方は、はい、もう文句なし、はい、9枚セットの分を差し上げるというような。9枚全部、はい、コンプリートできちゃうわけですね。そうなんですよ。いやー、お得。はい、これぜひ、はい、会場のグッズもご購入いただければお土産差し上げておりますのでお願いいたします。これはもうグッズも買うしかないですね。そうですね、もちろん先ほどの書き下ろし内容を使ってますので、はい、なるほど、お気に入りのキャラクターお付けください。ありがとうございます。ということで今回ご紹介していただいたジョジョの奇妙な冒険特別イベントですが、タワーレコード渋谷店2階にて開催中です。こちら6月30日まで開催しております。それでは皆さん、See you more next time! Tower Records